今しばしば多面を見るにただ人界のみに限って余界を見ず地面もまたまた核のごとしいかんが新人を立てんや答うしばしば多面を見るにある時は喜び ある時は怒りある時は平らかにある時はむさぼり源氏ある時は愚か源氏ある時は天国なり怒るは地獄むさぼるはガキ愚かは畜生天国なるは修羅喜ぶは天 平かなるは2にんなり多面の式法においては六道ともにこれあり師匠は妙服して源氏ざれども異彩異彩にこれを尋ねればこれでし。 如来滅後500歳に始む漢字の本尊書。今いくら他人の顔を見てもただ人界だけは見えるが実界のその他の界は見ることができないと。 自分の顔を見てもまた同様であると。どうして自分の中に実界が備わっていることを信じることができようかと、できるのであろうかと。答える。何度,何度となく人の顔を見ていると、ある時は喜び、ある時は怒り。 ある時は平穏にある時はむさぼりを表しある時は愚かさを表しある時は本心を曲げて人の機嫌をとっていると怒るのは自国界怒るは自国むさぼるのはガキ愚かなのは畜生本心を曲げるのは修羅 喜ぶのは天、平穏なのは忍耐であると。このように、他の人の姿、形を見れば、六道がすべてあると。師匠は潜在していて、現れていないけれども、詳しく調べれば必ずあるに違いないと。 いうことですねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますすでに登録してくださっている皆様もありがとうございますではまた次回の動画でお会いしましょう